も達也です。今日はですね、不安を減らす方法のご紹介です。ドンっていうことですね。早歩き、20分間の早歩きで人間の不安を大幅に減るっていう研究結果が、イリノイ大学っていうところがですね、過去15年間の論文を見てこういう発表をしていたのでご紹介です。じゃあ20分間の早歩きね、じゃあどういう風にやるのかっていうと、本当に普段歩いている歩き方を少し早めにして歩いてみてください。そうすると、簡単に言うと運動になるんですね。これがマラソンとかそういった少し早めのハードな運動と比べても遜色ないぐらいの効果、特にそのストレス効果ですね、ストレスを軽減する効果っていうのが認められているので、ランニングよりもまずは早歩きから取り入れてみてはどうでしょうか。毎朝の公園とかのですね、そういったところの散歩をするとしたら、まあ約10分ぐらいで少し歩いて、ゆっくり歩いてみて、そこから体が温まったら20分間しっかりと早歩きしてみる。で、また10分間かけて歩いて帰るみたいな感じで、生活のどこかしらに20分間に早歩きを取り入れてみてくださいね。そうするとストレスのすごく軽減だとか、そういう不安の症状っていうのを抑えられるんですね。まあそれは脳とかそういったものも関係してるんですけども、それはまた別の動画で紹介しますね。とにかくですね、まずは早歩き取り入れてみてください。で、おすすめなのがですね、早歩きをするとか運動をするとか、そういう時何でもそうなんですけども、自分の好きなお気に入りの靴を選んで歩いてみてください。そうすると気分も少し楽しくなるので、結構その歩くための靴みたいなものが結構たくさん世の中にあるんですけども、それって結構クッション性がいいとかいろいろあるんですけども、結構怪しいんですね。なので自分が気に入った靴でいいです。自分が気持ちが持ち上がるような、テンションが上がるような靴を選んで自分で歩いてみてください。その靴とか、ウェアとかね、自分の気に入ったもので、それらを相棒として一緒に歩くんだっていうモチベーションで買ってみてください。で、さらに20分歩くって結構長いんですね。なので自分の好きな曲とか何でもいいです。ラジオとかそういったものを聞きながらでもいいです。まずは20分歩くっていうことを習慣化してみてくださいね。もちろん毎日はきついっていう方は土曜日曜でもいいです。まあ、おすすめなのは会社に行くまでと帰ってくるまでの間、昼休みの間など、自分が何かしら必ずやっていることを早歩きにしてみるっていうのがおすすめです。もしくは、まあ、エスカレーター、エレベーターを歩きに帰るなど、結構その歩くってことを皆さん普通にやってるんですけども、そう、結構バカにできないものなんですね。人間っていうのは歩いて生きてきたので、もちろん歩かないとダメになっちゃうんですね。魚が泳がないと死んじゃうのと同じで、人間も歩かないと栄養とか酸素とか血液に乗って体を巡るんでね、その第二の心臓と言われているふくらはぎを動かさないと少しもったいないんですね。体の体調を悪くします。なのでまずは歩くところから始めてみてくださいね。はい、それでは今日はこんな感じで、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。